こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、グループシーカー全盛期の立役者の一人、ステファン・ベロフの生涯と、最後のレースとなった1985年スパ1000キロ事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。グループシーカーってあの未来感のあるフォルムの車ね、いかにも速そうなやつ。ああ。1980年代、あの時代は実際速すぎた。マシンによっては最高時速400キロ出てたな。パワーだけが飛び抜けていてドライバーは恐怖したらしい。それだけに魅力も大きかった。今よりもレースは泥臭く、マシンは日進月歩で改良され、たくさんのヒーローがいて、熱狂があって、そんな時代だ。その中心人物の一人がステファン・ベロフという青年だ。短かったレースキャリアの中で彼はとんでもない才能を発揮し、栄光も挫折も経験した。これから紹介していくぜ。頼むわね。生まれは1957年11月20日、西ドイツのギーセンという町だ。父親が自動車の修理工場を経営しており草レースの参加が趣味だった。子供にもおもちゃのカートが早々に与えられ、ステファン、そして2歳上の兄ゲオルクは、幼少からカートに慣れ親しんだ。1973年からは兄ゲオルクに連れられ、オッペンロッド地区にあるカート場に通うようになる。ステファンは様々なカートの大会に出場。1976年はカート世界選手権で13位。1979年はカートヨーロッパ選手権で4位だった。目標はドイツ最大のカート大会、ドイツカート選手権での優勝だ。先立ってドイツカート選手権で優勝したのは兄のゲオルクだった。1978年のことだ。お兄さん本気のレーサーなの？すごい。いや兄のゲオルクはこの先、進学を選んだ。なおステファンも何度も挑戦し、1980年に優勝できた。23歳の時だ。ここからステファンはカートのキャリアを積み重ねていく。1981年はドイツ F3 選手権へステップアップ。優勝3回で、年間の総合3位に入った。F3 のデビューイヤーでしょ？すごい。この成績なら F3 にとどまる意味はないよな。翌1982年はマウラーモータースポーツに拾われ、早速ヨーロッパ F2 選手権に出場した。ただしマシンの費用などはドライバー持ちで、いわゆるペイドライバーの契約だった。ステファンは F2 でも早かった。この1982年は2勝を挙げ、総合4位の活躍だった。この成績によりペイドライバーは早くも卒業となり、来年からは成績に応じた報酬が約束された。この1982年は耐久レースのキャリアが開けた年でもあった。クレイマーレーシングから、世界耐久選手権のスパ1000キロと、ドイツレンスポルトマイスターシャフトのヘッセンカップの計2戦にスポット参戦。両方リタイアで結果こそ残せなかったが、予選の速さなどで走りの鋭さは十分伝えることができたようだ。クレイマーレーシングはポルシェと提携関係にある。ステファンの才能はポルシェに伝わり、なんと来年ポルシェのワークスチームでの耐久レース参戦が決定した。ポルシェ直轄のワークスチーム？トップ中のトップじゃない、凄すぎる。そして1983年もマウラーモータースポーツでヨーロッパ F2 選手権を通年戦ったが、昨年ほどの結果は残せなかった。表彰台に上がったのは準優勝の1回きりで、総合9位だった。運転ミスもあったがマシントラブルのリタイアや危険も多く、重戦中完走は4回だけだ。一方、ポルシェで挑んだ世界耐久選手権は最高だった。全7戦の2戦目から3戦。ステファンとしては初戦となるグランプリインターナショナル1000キロでいきなり優勝。そして昨年リタイアだったスパ1000キロでは準優勝。日本の富士1000キロで優勝。南アフリカのキャラ2000キロで優勝。取りこぼしたのはルマン24時間レースとニュルブルクリンクの1000キロだけだ。しかもニュルブルクリンク北コースの予選では、6分11秒13という2位以下を5秒以上引き離すタイムを出し、ポールポジションを獲得していた。この恐るべきタイムはなんと30年以上も破られることはなかった。優勝3回、準優勝1回、そしてニュルの大記録樹立ね。凄すぎるわ。全7戦でそれだけの成績ってことは、年間チャンピオン取れたのかしら？いや、レジェンドドライバー、ジャッキー・イクスに持っていかれた。まあポルシェは3チームで出場してイクスはそのうちの1チームだったから身内だけどな。イクスは昨年も世界耐久選手権の年間チャンピオンだったから2年連続ということになる。ポルシェのチーム同士で優勝を取り合ったのね。大きく見ればポルシェの独壇場だったのね。その通りだ。全7戦中、6戦でロスマンズポルシェが勝った。残る1戦、モンツァ1000キロで優勝したヨーストレーシングも結局ポルシェのセミワークスチームだからポルシェ一色だ。ステファンがこれほど勝てたのも、もちろん自身の技術や才能によるところが大きいが、
参加マシンであるポルシェ956の圧倒的な性能に後押しされてのことだ。1982年に規定されたグループ C というレースカテゴリに合わせて登場したポルシェ956、そして後に登場する改良版のポルシェ962C は、モータースポーツ史上最高傑作と言われるマシンの一つだ。非常に完成度が高く、他のマシンを寄せ付けない圧倒的な強さでレース界に君臨し続けた。世界耐久選手権で全勝するんだから強さは信じるけど、ちなみにどう強かったの？単純に他者よりかなりパワーが出ていたようだ。また、耐久レースは複数人が交代で走るが、チームの誰が乗っても速く走れる、癖のないマシンだった。それに1000キロ走ってもそうそう壊れない耐久性もあった。速さだけなら唯一ランチア LC2 というフェラーリエンジンを積んだマシンがポルシェと互角で、ポールポジションはよくランチアも獲得していた。だが耐久性が一歩及ばず、長い決勝レースを走る中でよくマシントラブルを起こしていた。そしてよく、1984年だ。この年、ステファンは大いなる栄光、そして絶望を経験することになるんだ。さて霊夢はどっちから聞きたい？いい方から聞くわ。じゃあまず世界耐久選手権の話だな。ステファンは引き続きロスマンズポルシェで出場した。全11戦中、6戦で優勝。今度こそ年間チャンピオンに輝いた。これはなんとドイツ人としては初となる快挙だ。すごいわステファンおめでとう。ただし心残りもある。この全11戦の中には世界三大レースの一つ、ルマン24時間レースが組み込まれているんだが、このビッグレースをロスマンズポルシェは欠場しているんだ。まあヨーストレーシングというポルシェのセミワークスチームが優勝してはいるんだが、ステファンからするとルマンを取った上での年間チャンピオンではないんだ。どうしてロスマンズポルシェはルマンを欠場したの？諸説あるんだが、ポルシェが強すぎてライバルのエントリーが減ることが懸念されたため、自主的に欠場したというのが一つ。次に、運営がエントリーを増やそうと、グランドツーリングプロトタイプ規定のマシンの参加を認めたことについて抗議の意味で欠場したというのが一つ。はい？つまりはグループ C 規定では燃料タンクは100リットルまでだが、GTP 規定は120リットルだ。燃料が多く詰めるので GTP 規定のマシンはピットイン回数が少なく済んでしまう。確かにそれじゃ不公平ね。最後に、燃料制限のルールが毎年毎年変わることについての抗議だ。ここに3年、グループ C の下にグループ C ジュニアクラスができたり、ピットイン時に給油して E 回数が変わったり、使用可能な総燃料量が変わったりな。その度に各メーカーは開発をやり直す必要があった。どれも結構もっともな話ね。なおロスマンズポルシェが欠場したレースは他にもあって、マニュファクチュアラーズポイントがつかないレースは基本的に欠場していた。マニュ、なんて？つまり世界耐久選手権は個人が獲得するポイントと製造メーカーとして獲得できるポイントがある。後者のポイントがマニュファクチュアラーズポイントだ。例えばルマンだ。ロスマンズポルシェは欠場したが、ポルシェ956のマシンでヨーストレーシングが勝ったことで、製造メーカーとしてのポルシェにポイントが加算されていた。ステファンはロスマンズポルシェが欠場したブランズハッチとイモラのレースに、ポルシェのプライベートチームであるブルーンモータースポーツから出場していた。そのうちイモラのレースでは優勝したが、この優勝はブルーンモータースポーツでは2度目の優勝でチームは歓喜した。別チームからも出場するなんて、ステファン選手は何としても個人の年間チャンピオンを取りたかったのね。実際年間チャンピオンは圧勝で取れたわけではなかった。2番手はヨッヘンマスで、同じロスマンズポルシェの別チームだ。たった6ポイント差で最終戦までもつれ込んだ。昨年もそうだったけど、ライバルは身内なのね。6ポイント差ってどれぐらい大きいのかしら。5位でも8ポイント入るから、この最終戦、うっかりリタイアでもすると確実に逆転負けだった。ステファンはきっちり優勝して年間チャンピオンを獲得したがな。最後までドラマがある年だったのね。勝ててよかったわね。これが1984年、いい方の話だな。次は悪い方、行こうか。ドキドキ、F1 の話だ。なんと1984年、ステファンは F1 にデビューする。あのケンティレル率いる名門チーム、ティレルからの誘いがあったんだ。すごい、世界耐久選手権を戦いながら F1 の方にデビューしてたのね。ああ。しかしかつての名門ティレルは当時苦戦していた。ライバルがどんどんパワフルなターボ付きエンジンに切り替えていく中で、資金不足のため未だに自然呼気エンジンを使い続けていた。しかしステファンは不利なマシンでも健闘した。第3戦のベルギーグランプリで6位、F1 初入賞。そして第6戦、モナコグランプリ。予選は20位、つまり決勝レース20番手スタートに決定した。なお20台しか決勝レースに進めないから足切りギリギリだ。モナコは狭くて抜けるポイントがすごい少ないから、予選の順位が重要って別の動画で言ってたわよね。これは厳しいわね。
決勝レース日は雨。雨で滑るからフルパワーで走ることができない。ステファンにとってはチャンスだった。20番手からどんどん追い上げ、3番手。トップはアラン・プロスト。2番手はアイルトン・セナだ。ライバルのメンツがすごい。ステファンは明らかにプロストより速かった。セナとはほぼ同タイムか、より速い周もあった。じりじりと差が詰まった。ところが豪雨になり、77周のレースはたった31周で打ち切られてしまう。惜しい、惜しすぎる。天候は味方だったが最後は敵にもなってしまったな。とはいえ3位でステファンは F1 初の表彰台に上った。そしてここからが急転直下、大事件が発生する。第8戦アメリカグランプリの終了後の車検で、ゲレルのマシンに不正が発覚する。いわゆる水タンク事件だ。最低重量をクリアするために水が入ったタンクを積んでいたんだが、レース中は水を減らすことでライバル車より軽量で走らせていた疑いがかかった。また水には炭化水素が混ぜてあり、その混合液を噴射した空気をエンジンが吸気することでエンジンパワーが向上する仕掛けがしてあったとのことだ。これケレルはいつからやってたのかしら。モナコでセナとセッタ技団も、もしかしたらマシンの助けがあったからなのかも。そういう興ざめ感があるよな。この不正は FIA により事実であると認定され、ケレルは今シーズンの残りのレースは出場停止。獲得済みのポイントも剥奪され、ステファンの表彰台はなかったことになった。終わった。そしてステファンのラストイヤーとなる1985年が来た。在籍チームは、F1 はケレルのまま。世界耐久選手権は、ロスマンズポルシェを離れ昨年お世話になったブルーンモータースポーツに移籍した。ワークスチームってメーカーの顔ですもんね。真っ黒なケレルにいたステファンはいさせてもらえなかった。ってことなのかしら。まあそれもあるかもしれんが、ステファンは長年カートをやってきてカート、イコール F1 の方が好きだったようだ。F1 中心でやっていくためには、世界耐久選手権の前線出場が必須のワークスチームだとスケジュール的に折り合わなかったんじゃないだろうか。プライベーターのブルーンモータースポーツなら、ちょっと F1 の方に出るんで休みますって言えそうね。なるほど。その F1 だが、ケレルは水タンク事件を受けスポンサーの多くが撤退。今年はさらに資金繰りが厳しい状況だった。マシンが限られておりステファンは F1 初戦のブラジルグランプリは未出場。1985年4月、2戦目のポルトガルグランプリから出場した。昨年のモナコ同様、決勝レースは雨となりステファンにとってはチャンスだ。しかし4周目、マンフレッド・ウィンケルホックと接触。なんとか復帰したがリアウィングの一部が欠けた状態でレースを続けた。このウィンケルホックとステファンが当時、たった2人のドイツ出身 F1 ドライバーだった。同郷の2人がクラッシュしちゃったのね。不運すぎる。それでもステファンは6位入賞。優勝はアイルトン・セナ。このレースがセナにとっての初ポールポジション獲得、さらに初優勝のレースだった。そして6月、第6戦のアメリカグランプリだ。この日は晴れだったためパワーで劣るケレルのマシンは不利だった。予選も19位だったが、決勝レースは4位入賞。すごいじゃない。ナイジェル・マンセルやプロスト、セナといった上位陣がバンバンリタイアしていったのが大きいな。昨年の記録が抹消されたため、結局この4位がステファンの生涯における F1 最高位となった。そしてマシンの不利がありながら健闘するステファンを見て、動いたチームがあった。フェラーリだ。どうやらステファンは来年、フェラーリへの移籍が決まっていたようだ。やはり勝つための要素として、どのチームのマシンに乗れるかというのは非常に大きい。ステファンに来年があれば、ドイツ人初の F1 ワールドチャンピオンはミハエル・シューマッハではなくステファン・ベロフだっただろうという人もいるぜ。いやそうとしか考えられないわ、惜しすぎる。一方の世界耐久選手権だが、初戦のムジェロ1000キロで3位入賞した以外に目立った活躍はない。まあ F1 中心で活動してたし、プライベートチームに移ったってことは戦力ダウンの上、ライバルがロスマンズ・ポルシェになるってことだからな。きついぜ。そして8月、ステファンにとって衝撃的な出来事があった。共に F1 で戦うドイツ人のウィンケルホックが、耐久6戦目のカナダモスポートパーク1000キロで事故。帰らぬ人となる。4月のレースで一緒にクラッシュしちゃった選手ね。唯一同郷だった友人を失ってしまったのね。なおステファンはそのレースに出場しておらず、知らせを聞いて言葉が出なかったそうだ。そしてそのショックからたった3週間後、世界耐久選手権第7戦、運命のスパ1000キロがやってきた。ステファンは1983年に準優勝、1984年は優勝しているレースだ。場所はベルギーのシルキュイドスパフランコルシャンサーキット。F1 でも使用するサーキットで、F1 最長の約7キロのコースだ。F1 では43周だが、この世界耐久選手権では145周する。ここには世界的に有名なコーナー、オールージュがある。下り坂の終点がカーブで、
すぐ上り坂になっている。下り坂を進むドライバーにとっては上り坂が壁のように見えるという。そしてマシンには縦 G と横 G の両方が強烈にかかる。度胸試しのコーナーだ。ここを全開で走るのよね。レーサーってすごい。すごいよな。ここは横が 1G、縦が 5G かかるようだ。5G は一般人だと失神しかねないレベルだ。レーサーはそれに耐えながらハンドルやギア操作をしている。1985年8月29日、30日が練習走行。31日が予選だ。予選トップはマティーニレーシング1号車だった。ポルシェ勢をかわし、ランチア LC28 号で出したタイムは2分5秒91。参加マシン唯一の5秒台に入れた。2番手がハンス・ヨアヒム・スタックが乗るロスマンズ・ポルシェ2号車で2分6秒38。3番手がブラン・モータースポーツのステファンで2分6秒77だ。また、ジャッキー・イクスが乗るロスマンズ・ポルシェの1号車も2分7秒20で6番手につけていた。決勝レースは1985年9月1日、日曜日だ。天候は晴れで路面は良かった。8時から30分間がウォームアップ走行。決勝レースは12時30分に33台でスタートした。レースが半分進み、トップはロスマンズ・ポルシェ1号車。2番手にステファンがいるブランモータースポーツ。僅差で争っていた。72周目でお互いピットイン。給油、タイヤ交換、ドライバー交代が行われた。ロスマンズ・ポルシェはジャッキー・イクス。ブランはステファンに交代した。ジャッキーが先に出たがステファンは2周かけて追いつく。テールプーノーズでジャッキーに迫った。ストレートはジャッキー、コーナーはステファンが速い。しかしジャッキーにうまくブロックされ、ステファンはなかなか前に出られない。3周にわたり攻防が続いた。この辺はさすがベテランね。そして77周目、15時37分のことだ。ジャッキー、ステファンが1コーナーを曲がる。周回遅れのマシンがいる。コースを譲っている。周回遅れをかわしながらの、次のオールージュへのアプローチ。これをチャンスと見たか？ステファンがイン側に突こうとする。接触。時速は約240キロ。両者、ガードレールに衝突。ステファンのマシンは炎上。ピットアウト後5周しかしていない。燃料は多い。なんていうひどい事故。続いて各ドライバーの状況だ。まずジャッキー・イクス。衝突後、スピン。右リアがガードレールに接触。惰性で次のガードレールへ。マシンはリスタートできないほど壊れたが、ドライバーは無事だった。自力で脱出し歩くことができた。続いてステファンだ。少しスローで。マシンはコックピット部で折れ曲がり、への字に変形した。コックピット部で上に曲がったってことは、ドライバーは。ステファンは病院に運び込まれたが、助からなかった。27歳。来年は恋人との結婚やフェラーリでの F1 参戦が控えている中での事故だった。これはステファン選手が無理やり抜こうとしたことが原因なの？やっぱり、運動だろうな。ジャッキー・イクスには青旗が振られていたっていう情報がある。青旗って？後ろから速い車が迫っている場合、無理にこらえず、追い越しさせないといけないんだ。ペナルティになる場合もある。ただし基本、周回遅れのマシンに出されるものだから、優勝争いしてるトップに出されたかは少し怪しいぜ。青旗がなかったものとして考えると非常に微妙なところだよな。ステファンが無理やり飛び込んだ結果とも言えるし、ステファンにうまく入られたジャッキーがそれでも譲らず意地を張ってしまった結果とも言える。当時はどういう扱われ方をしてたの？多いのは、無理やり抜こうとしたステファンが原因、または普段からそういう運転が多かったステファンを戒めてこなかったチームの責任、という意見だったようだ。ジャッキー・イクスは、まさかここで追い越しをかけるとは思わず、とっさのことで対応できなかったとインタビューで話していた。ただ、だからステファンの自業自得なんて意見は全く見つからなかったぜ。みんな、悲しみに暮れていた。なおレースは続行されたが、ステファンに配慮し150キロ短い122周で17時30分頃に終了となった。優勝はマティーニレーシングの2号車だ。優勝マシン、ランチア LC2 は1991年まで使用されるが、このレースが最後の優勝だった。準優勝はハンス・ヨアヒム・スタック、デレック・ベルのロスマンズ・ポルシェ2号車。そして二人はこの1985年、世界耐久選手権の年間チャンピオンを獲得した。以降、ポルシェのマシンは1980年代後半までグループ C の覇者として君臨し続けた。以降はジャガーやメルセデス、日産、トヨタらとの戦国時代が来る。ステファンは皆の記憶から忘れ去られることはなかった。2009年オートスポーツでは偉大な F1 ドライバーのベスト35位にランクイン。すごい、F1 って2年やっただけよね。しかも優勝はしてないのに。ステファンは20レース出場、
モナコの3位は抹消されたから最高4位だな。ちなみにジャッキー・イクスは114レース出場、8回優勝で40位だ。その前後も似たようなもんだ。ステファンは得意中の得意だな。いかに期待が高かったかがわかるよな。またキャリア初期に通い詰めたオッペンロッドのカート上はモータースポーツアリーナステファン・ベロフに改名された。同じく、ニャルブルクリンクでステファンがクラッシュした SG セクションがあるんだが、ステファン・ベロフ S に改名された。なお1983年5月にステファンが打ち立てたニャルブルクリンク北コースの6分11秒13の記録だが、2018年6月29日に塗り替えられた。ドライバーはティモ・ベルンハルト、タイムは5分19秒546だ。ポルシェ919ハイブリッドエボが使用された。タイムすごい、35年の月日は伊達じゃないわね。あとドイツ人ドライバーがポルシェで抜いたってのがいいだろ？ステファンに届いてるといいな。ステファンが乗ってたポルシェは今こんなとんでもない速さになってるぜ。ステファンが作ってきた時代のおかげでな。ってな。以上、今回はステファン・ベロフの生涯と、1985年スパ1000キロ事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。